愛媛さんかな、もち。今日はね、ちょっといろいろ、ちょっとね、泣きたくなるようなこともあったんですけど、まあ、なんとかね、持ち直して頑張りました、今日も。はい。っていうか、愛媛県産以外のみかんはほとんど食べないんだよね。本当に食べるとしたらハウスみかん。あれ、高知とかだった気がするんだけど。のハウスみかんとかを食べますね、私は。夏は。でも愛媛県産以外のみかんをマジでほとんど食べない。うん、はやちゃんさん服ありがとうございます。ゆうやさんかわいい、ありがとうございます。さあ、今日は何の話をしていこうか。みかん何種類ぐらい名前があるの？いっぱい。大雑把すぎるけど、本当に、まあ、みかんっていうか柑橘ね。そう、種類はめっちゃありますよ。うん。なんか、そうね、私も把握しきれてないぐらいにはある。だって、まあ、紅マドンナ、ポンカン、ハルミ、清見タンゴール、デコポン、私もね、ちょっと言えるものが限られてるから、そう、ちょっとね、ファンキーキャットさん、レインボースターありがとう、アート、アルビンズランクさんが服ありがとうございます。 UFO 焼きそば完食したよ。わかんない、完食。え、そんなに大盛りなの UFO の焼きそばって。わかんない、私 UFO の焼きそばなんて食べたことあるっけ。一回だけあるかも。でも焼きそばはインスタント本当に食べないな。はやちゃんさん、ハートありがとう。温州みかん、晴れ姫、デコポン、イヨカン、ポンカン、ハルミセト、ハルミセとか、八作、はるか、ブラッドオレンジ、清見、かう、カレ、毎回川内晩館って読んじゃうけど川内晩館じゃないよね。で、ベニマドンナ、カンペイ、あ、知らぬ今あんのか、夏美、
河内晩柑ですね。毎回間違える、川内じゃないんですよ。河内晩柑。はい、もう一年中柑橘収穫されてるから、そう、このカレンダーをね、あの県庁に訪問した時にも見ました、旬の柑橘カレンダー。温州みかんは割と一年中ではないけど、あれだね、あの4月5月以外は割と温州みかん取れて、晴れ姫は12月から1月上旬ぐらい、デコポンが1月から5月ぐらい、イオカンが1月から3月ぐらい、ポンカンが、まあ、1月から3月上旬ぐらい、ハルミが2月から3月、セトカは2月から4月、ハサクは2月から4月。飯田博之さん、福はやちゃんさん、レインボースター、スターありがとうございます。甘夏が3月から5月、カラっていうの知らないな。4月から5月で、河内晩柑が4月から6月、レモンが、レモンも旬があるんだね。紅マドンナが、まあそうね、12月から1月ぐらい、カンペイが1月下旬から3月上旬ぐらいですね。こんな感じでいっぱいあります、愛媛は。柑橘が、デコポンと白塗りが一緒なんだ。そうなんだ。はやちゃんさん、サイリウムありがとう。皆さんは何の柑橘が一番好きですか？私なんだろう、一番何が好きですかって聞かれると困るな。やっぱ一押しは紅マドンナなんですけどね。そう、なんで高いかって言われると、高級だからです。めっちゃ適当なこと言ってごめんなさいね。デコポンは JA 熊本のみ使用できるブランド。へえ、そうなんだ。でも私どっちかっていうと、知らぬよりデコポンの方が馴染みあるな。よく給食にはデコポンで出てたし。デコポン、デコポン、まああと紅マドンナもさ、季節限定だからさ、12月から1月ぐらいしか買えない、結構割と期間もそんな長くないから。そうなんですよ、一年中買えるもんでもないしね。あと紅マドンナはマジでめっちゃ美味しい。大海道にね、確かにジュース飲めるとかあった。大海道だったよね、確か。あれは銀天街ではないはずだから。TKHKJ さん、服ありがとう。で、私は今日はハルミを食べました。ゆうやさん、ハートありがとう。
松山空港でみかんジュースの水道があると聞いたけど、どう？どうってまあ聞かれてもそうですね。まあお金払ったら、蛇口ひねったらみかんジュースが出るよってやつはあります。でもやったことないな私、松山空港では。なんかあのロープウェイ街にある物産店、物産館かで初めて蛇口ひねったらみかんジュース出てくるやつはやりました。なんかほんと普通の蛇口からみかんジュースが出ますよとかではないですね。カンペの季節さん、服ありがとうございます。みかんの白いやつは取らないね、基本的には。昔は取ってたけど、最近はもう取らなくなりました。はやちゃんさん、服ありがとうございます。まあね、本当のなんか普通になんか本当の蛇口からは出ませんよ。そう、夢を壊すようなこと言って申し訳ないけどね。はい、普通の蛇口からは出ないです、さすがに。まあでも松山空港でそういうのが体験できるとこはあります、お金払えばね。ゆうやさん、馬ありがとうございます。はやちゃんさん、 GG ありがとう。小学校の蛇口というのは、それは都市伝説です。やばい、目また乾燥じゃないけどしてきた。ポエムで絶対食べてほしいものはベイクドチーズ一択ですね。マジでそう、ベイクドチーズを食べてほしい、本当に。絶対食べてください。通販で買えますよ。ポエムのベイクドチーズ。季節限定の味なんで、ぜひ食べてください。目薬入れるね。海指さん、服ありがとうございます。あ、冬のショコラもめっちゃ人気なんですよ。毎年出てる、冬限定で出てるんですけど、それもめっちゃ美味しいし、でもベイクドチーズをマジで食べてほしい。本当季節限定なのがもったいないレベルに美味しいんですよ。そう、はやちゃんさん、馬ありがとうございます。フックありがとうございます。ちょっと名前が読め、ユーザー名が読めなくて申し訳ないです。
1082日か、やばいね、びっくりだよ本当。元トラック運転手の林さん、ありがとうございます。うん、遊びに来たよ、ありがとう。あくびが。これは今日眠いって思われるかもしれない。若干ちょっと眠いです。なんでなんだろう。スマホの画面見すぎたからかな。めっちゃね、もう目がもうシパシパ状態なんですよね。ごめんよ。うわ、待って、ほんとじゃん。え？もうちょっとで3周年じゃん。ほんとだ。え、もうそんな時期？早くない？この前2周年迎えたばっかじゃん。それは嘘か。桃の天ぷらさん、桃の天ぷらさん、服ありがとう。なんか1周年の時に記念配信するって言いながらもう全然音沙汰ないけど、もうその話なくなったんですかね。多分スタッフさんも忘れてるんだろうな。私も忘れてたんだけど、みんな忘れてた。でも2周年はその話一切なかったし、どうなんだろう。でもあれもね、スタッフさんなんか思いっきり見落としてましたって言ってたからね、もうなくなったんじゃないかな。うん、ちなみに3周年っていつだっけ。1096日で3周年。でもちょうどその時ってもしかして坊ちゃん期間と重なってる説。まあでもなんかそうね、ああやっぱり劇場公演の、坊ちゃん劇場の公演の日ですよね。じゃあそんな特別な配信はできないな、ごめんよ。そんな特別な配信はまあできそうにないっす。やめても、今のままならとか大丈夫だから、もうあの大丈夫です。もうこれ以上はね、もう全部公演をやるからね、安心してください皆さん。何も聞かないで、何も言わないで、もうこれ以上は。そっか、そういえばもうそんな時期なんだね。何日だっけ。2月12日はは。思いっきりかぶってるね。かぶってるというか、この日はあれですね、中浜万次郎とてっちゃんの結婚記念日じゃん、が3周年なのね。
でもさ、今日ね11日が休園になったっていうのを聞いて、もう私は泣き崩れました。本当にもう悔しくて悔しくて、もう泣き崩れまして、もうね、そう、親に休園になったって言って、そう、ちょっと今でもその現実はあまり受け入れられてないんですけど、あんまりね、そのうじうじするのもあれなんで、なぎなたをぶん回してやったんですけどそう、まあね、無理に事実を受け入れる必要はないんですけどね、立ち止まってる時間もないので、そう、まあね、劇中歌にある通りでございますよ。そう、もうそうするしかないんですよ。もう決まったことはもうしょうがないから、もう、うん、まあいろいろ皆さん思うことはあると思うんですけどね。うん。まあなあ、はあ、って思うことはいっぱいあるんですけど、もう、うん、もう大丈夫、これ以上は大丈夫ですって思いや思いたいですね、思ってますけど、
初見さんありがとうございます。あーあーもうやだ、目薬落とした。もういいや、こっち入れよう。ちょっと取るのがめんどくさいんでこっちの目薬入れますね。配信終わったらちゃんと取ります、落ちたものは。ファンティーキャットさん服ありがとうございます。やばい、何の話しようかね。やばい、こんなに何も喋らずにずっと画面見ることもそうなかなかない気がする。マスクしたらどんな感じ。こんな感じです、はい。適当。ごめんね、めっちゃ適当でした。あとできればルンバちゃんって呼んでくれると私は嬉しいです。玉国さんサイリウムありがとう。はやちゃんさんファイトありがとう。まあでも呼びづらかったらあれだけど、ルンバちゃんって呼んでくれると私は嬉しい。なんかそういう言い方すると自分の名前が嫌いみたいに聞こえるかな。自分の名前は好きですよ。そんな日もあるさ。まあそうですよね、そんな日もありますよね。まあその分明日いっぱい喋るつもりなんで。明日ね、結局何時からしようかな、何時からできるかな。まあ9時からやります。明日はルンバよりちゃん付け。あ、それはどっちでもいい。でもルンバって呼んでほしい。あのちゃん付けするかどうかは任せるので。そう、あんまね、そうやっぱアイドル活動中だけじゃないんですけど、は結構ルンバって呼ばれ慣れてるので、まあルンバって呼んでくれた方が嬉しいかなっていう感じですね。もちろん自分の名前は好きですけどね。何時からできそうかな明日。まあでもやっぱ29時から、本当は8時半からできたらいいんだけど、多分それだとバタバタしちゃうんだよね。
まあ、間取って8時50分からとかほとんど変わんないけどね、そうとかになるかなって思います。どうしようかな、明日何時からやろう。めちゃ微妙な時間なんだよね、あれは。またツイッターとかでお知らせするので、明日はね完全にネタバレが入ってます。ネタバレ配信です。もうほぼほぼネタバレ配信ですね。結構もうネタバレっていうか、割と内容に触れてる質問も多くいただいたのでね、ネタバレ込みでございます。まあ基本的にインスタグラムでいただいた質問が主になんですけど、まあなんかコメントでも質問待ってます。あ、ルンバちゃんありがとう、読んでくれて。21時くらいからと思っていればいいか。そうですね、それより先に始めるってこと、8時半よりも先に、20時半よりも前にやることは多分ないと思います。うん、まあ20時半にできたら理想だけど、まあ現実的にいくと、まあ21時からか20時50分からとかになるかなって思ってますね。はいはい、ということで、じゃあ今日はちょっとぼーっとした時間が多かったんですけど、それはね明日の喋りに回すということで、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。13位キャパさん、12位ロミツさん、11位ソランさん、10位キャドルさん、9位カンペンの季節さん、8位飯田博之さん、7位アルビンズランクさん、6位カラスのカーコさん、5位海指さん、4位夏目さん、3位 TKHKG さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。また改めてね明日の配信は告知します。それではおやすみ、またね、おやすみなさーい。手振ったらねすごい柑橘の香りがする。